はい、今回は、なんかね、パソコンで見てたとか、まあ、こうやってメールが来たんですよね、ゲームでね、インターネット。それでなんか、すれ違い見広場でなんか新しくなったんですよ。ということで、やりたいと思いますね。ほら、こうなってますし。ほら。まあ僕はね、まあ、まだ買ってはいませんけど、まあ一応紹介したいと思います。まあこれ多分入れないでしょ、多分。ほら。まあ一応ここを入ってみましょう。はい、こうなってます。ピース集めの旅。これはもう持ってますね、誰でも。このすれ違い伝説も、まあ、誰でも持ってます。こっからですね、すれ違いシューティングが、まあ多分、これまあ、なんか、ロケットみたいなのが発射とか、みたいなのだと思います。それですれ違いガーデンは花とかを育てたりしますね。で、これはすれ違い合戦はまあ、なんか戦いみたいなのです。チームとかになって。すれ違い迷宮は、こうやって迷路みたいに、どんどん道を作っていくみたいな感じですね。それでこれで終わりですね。で、さっきちょっと届いてなんか、新しいパネルが来たとか聞いたので、まあ一応入ってみよう。ほら。じゃあ何でしょうね。てるん。なんだろう。あ、ゼノブレイド。ゼノブレイドですね。あれなんだ。ああ、びっくった。まあ、集めたピースを見ると、今持ってるのは、これですね。これと、これと、これと、これ。これ、あと、まあ、こういうのですね。今見せてるものです。あと、これが完成してないし。あと、これも。あと、これも。これも完成してない。あと、これもね。と、これですね。今日来たのでね。まあ、ということで。まあ、買えるかな？買えないでしょ。だって500円だから。まあ一応、まあ、これ試そっかな。買えないでしょ、絶対。ほら、やっぱね、在庫が必要なんだよね。どんな遊びか。見てみる。こうなってますよ。ほら。こうやってロケットみたいな宇宙に行って、なんかこうやってね、宇宙の海賊とか、みたいなのを倒していくみたいなんですよ。まあこれ楽しそうですね。多分これを最初買おうかな。おいくら？まあちょっと今ね、何円か、ちょっと、探してるのでね。インターネットに今つないでるので。ちょっと待ってください。はい、終わりましたね。おお、500円、100円。買えるかな？一応やってみよう。どうなるかな？買いキャンペーン、興味ありますか？ある。4つ同時で買うとなんか1500円で。まあしないでいいです。もう知ってますね。まとめて、だけど1500円なんだね。僕、こうやって1500円全部買おうかな。よし、試そう。あ、ありがとうございます。どうなるかな？すぐ打てず、どうなるでしょう。買えるかな？買えるわけがないよね。100円しかないから。ほんと。ほら、やっぱね、やめる。ほらね、やっぱ無理だった。まあ、ということで、
新しいのができたので、こういうのもちょっとずつ実況していこうと思いますね。まあ僕明日買おうかな。ちょっと。まあ仲間が、なった。ピーソスメーン、すれ違い、すれ違いシューティング、ガーデン、合戦、迷宮ですね。まあ、ということで、まあ次回は、これやろうと思いますので、ぜひ見てください。では、さよなら。